12月はですね一泊中休ですので寒いっていう感じがあるかなって思います。また6泊が案件がかかっていて勧誘している、そして台中の五王は南の高い位置にいて破壊がかかっているということで、盤面を見ると6泊と五王に不運が集まってて他の星はみんなラッキーみたいな風に見えるんですけど、なんで6泊と五王が引き受けるからね頑張るよ俺って感じでね、なんかいるって感じですけど、具体的にはお金とか、まあ、金融系とか経営会社、あと政治経済ですかね、その辺が落ち込んでくる。またその辺の絡みの問題が台中五王のところが問題ですから、それが明るみに出るみたいな感じで、破れてるからあんまりいいことではない、破壊がかかってるからね。なんかそういう金融的な何か落ち込み、ドドンとした落ち込みが出るのかなみたいな予想ですかね。はい、まあ天の木と地の木から読み解いていくと、まあ、みんなが全員がしっかりと足元を固めて根を張る時期っていうことになるんですね。だからやっぱり生活基盤のこと考えさせられるようなことが起きるのかもしれないですね。で、まあでも一泊水星ですから、一泊水星といえばね、やっぱり人に寄り添うとか、まあ自己犠牲の精神とかね、そういうのがまあ出てきますので、自分が前に出るよりも、あ、裏って意味もありますから一泊はね、自分が前に出るよりも他人を前に出させて輝かせるみたいな、そういった生き方がまあいいっていう感じですよね。だからやっぱり威張りんぼの五王と六泊が影を潜めて、そして一泊のような控えめな人たちが活躍する、そんな感じなのかもしれないですね。で、南東の九紫でね天狼が乗ってるから、そうですね、明るいこと、知恵とかアカデミックなこととかがまあニュースになったり、ちょっと明るいニュースはそういうものなのかなっていう感じですかね。だから全体的にちょっとなんとなく寒しいし、うーんって感じですけど、まあ、一泊らしく人を輝かせて悲しみに寄り添ったりとかしながら、明るいニュースは芸術的なこと、アカデミックなことがあるかもねっていう感じでしょうかね。そんな12月の傾向です。そして12月のキチカフェお得デーは、キチカフェお得デーっていうのは開運の日で、非番と月番が重なっている非番切符を取るといい日になります。毎月この日を押さえてもらって、旅行とかねホテルステイとかするのおすすめなんですけども、12月だ、12月は9日、18日、27日の3日間になります。1月ね、5日もそうなんだけど、1月5日もね、でもこの日、非番切り替えの日だから、またちょっと別かな。なんかあんまり旅行しない方がいいかも、してもいいけど注意が注意が必要ですね。なんでちょっと除外しときます。またそれに関してはキチカフェオンラインサロンとかそういうところ専門的になっちゃうので、そういうところでお話しします。なので12月9日18日27日がキチカフェお得デーになります。で、キチカフェお得デーに関して詳しく知りたい方はキチカフェオンラインサロンの方に
ご入会ください。ページが概要欄にありますので、お申し込みいただくか、無料試しの講座にお申し込みいただいて1ヶ月お試ししてからでもいいですので、どちらもできますのでチェックしてみてください。三匹木星は西に来ていて、星が3個になります。3個ですね。幸運期の、まあ、幸運期が終わった、なんだろう、お祝い時期みたいな場所になります。11月は今現在3匹の人忙しくてね、ライブどうだかなんか聞いてられるかみたいな感じかもしれない。ちょっと3匹の人の顔が見えない気がするんですけど、様子がないんですけど、なんかそういう忙しい今を過ごしていると思うんですけど、12月は少し落ち着いてゆっくりお友達とお茶したりご飯食べたりできるかなっていう月になります。楽しいひと月ですね。もう先月忙しくってさ、会えなかったねみたいな感じでお友達と会えるっていう感じになります。またちょっと落ち着いた方がいいひと月ということで、今月の続きで突っ走ってても今月ほど成果が出ないので、12月は落ち着いてちょっと一休みっていうか、少し自分の楽しみもするっていう時間を作った方がいいし、作れると思います。そして駅の課が来宅決まりっていうのだから、準備不足が影響するっていうことですね。まあ三匹の人もともと準備とかあんまり下準備とかしとくの好きじゃないかもしれないけど、慌てんぼうっていうか、爪が甘いっていうところがあるから、12月は特にそれが出やすいから、準備しっかりして寝る前に準備チェックしてから寝るとか、なんかね、大事な仕事のことに関してはしっかり準備して周りの人にも確認取るとか、なんかそういう風にするといいかなって思いますよ。そしてそうですね、お口にチャックした方がいい場合もあるかもしれないです。不平不満とか言い返したりとか、言いくるめたくなっちゃってね、そういう気が巡ってくるけど、ちょっとそれはお口にチャックの方が三匹さんのためですね。相手の話を聞くっていう風にして、だけど会話を楽しんでほしい一月ですので、会話はしてほしいんですね。じっと聞いて言いたいことを耐えるっていうわけではないんですけども、ただまあメインは相手にお話しさせて、自分は相槌とか相の手とかそういう感じがいいですね。まあちょっとお口にチャックしとくぐらいの意識の方が三匹さんはちょうどいい加減のおしゃべりになると思うから、お口にチャックしない三匹さんはずっと喋ってるもんね。で、喋ったらじゃあねって帰っちゃうって感じだから面白いよね。逆に三匹の人がいると喋んなくて済むみたいなところもあるっていう場合もありますけどね。でも12月はまあちょっとお口にチャックしとくぐらいがちょうどいい会話が楽しめるようになるんじゃないかなっていうことですね。だから、今月ね、11月は忙しい、今忙しい最中でも12月はまあ、落ち着いて食事ができる、お友達と忘年会とかできるかなっていう感じ、楽しく過ごせる、またそういう風にちょっと一息ついた方がいいっていう月です。そして準備不足が心配ですので、しっかり準備すること、そしてお口にチャックで相手の話を聞くという会話
です。っていう全体運でした。続いて2番、ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはオレンジカルサイトというオレンジ色のパワーストーンがおすすめですね。明るいエネルギーでね、楽しくて軽い感じ、おすすめになります。そしてラッキーフードは卵焼きです。厚焼き卵をイメージしてみました。お正月の伊達巻きみたいのでもいいけど、卵焼きおすすめです。そしてラッキープレイスはスイーツショップ、ケーキ屋さん、スイーツショップっていうの、スイーツのお店、そのお店に、キッポイで行ってもらって、お友達と一緒に食べてもいいし、お土産買ってきてもいいしっていう感じですね。そして3番、今月の開運ワークは、やりたい趣味を10個書いてみてください。3匹10個じゃ足りないかもねでもこれからやりたいこととか趣味、やりたかった趣味、七石の上なんですけど、七石って趣味っていう意味があるから、なんかなんかこの将来的に趣味持ってた方が楽しいっていう時代が来るそうなんですよね。これやりたいっていうのを10個書き出してみて、やることができたらやってみてもいいし、書き出しただけで盛り上がって楽しむっていうのでもいいですし、3匹さんでも書き出したら全部やっちゃいそうだね全部やっちゃいそう、体験入学みたいの全部やりそう。それでもいいです。そういうの書き出してみてほしいなと思います。趣味ってさ、持ってる？みんな。私趣味持ってんのかな。趣味が仕事みたいになっちゃってるので私、でもね、今朝ね、和歌を歌える日本人が素敵だなと思ってるから、自分もそうなりたいなと思って、和歌を読むっていうことをやりたいなってちょうどここ 2,3 日思ってたけど、そういうの、それが趣味になるとしたら、なんかそういうのを10個書き出してみてください。コメント欄にコメントをいただいてもいいです。そして4番、星の特徴、3匹の特徴、今月は口笛を取り上げてみました。なんかさ、3匹の口笛ってこういうやつ、ピューユーとかいうやつあるじゃん、アメリカ人がよくやるやつ、あのイメージで、なんか誰かが舞台に出た時にピー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 とか吹く、なんか私できないけど、できる？みんなあれどうやってやるんだろうね。ピューとかっていう大きい口笛吹くの、あれ3匹の人がやってるってイメージない？なんかさ、そんな感じ、なんかそういうピューピューピューって吹くような3匹の口笛、景気がいい、その場が盛り上がる、明るくなる、そんな感じですよね。三匹さん、口笛吹ける？ピューピューってできる？できる人いそうだね。なんかそういう、ああいう口笛ってイメージが三匹あるけど、やっぱその場を盛り上げる、にぎやかにする、景気が良くなる、元気が出るみたいなね、そういう感じの、イメージです、口笛。そんな三匹の特徴でした。今ね、動画で私、開運デーの動画出してますので、11月の開運デーの動画出してます。開運デーの開運の仕方、みんな知ってる人が多いかもしれないけど、初めての方なんかはそれ見てください。で、12月も12月の何日何日何日に、この星の人はここの方角がいいですよっていう開運デーの動画出しますので、それぜひチェックして、この運勢動画と合わせてご活用ください。